日本鹿児島県鹿児島市、有村町町域のほぼ半分は、大正溶岩及び、昭和溶岩に覆われている、有村町は、鹿児島県鹿児島市の町名。旧北大隅郡桜島郷有村及び脇村、鹿児島郡東桜島村大技有村及び、大技脇の全域。郵便番号は891-1545。人口は13人、世帯数は11世帯。 有村町という町名は、平家の一族がこの地に流れ着いて住み着いたことを発見した武士がこの地に村があることを知ったということから有村と名付けたという説と、江戸時代よりこの地は温泉が湧くため別荘地となっており、江戸時代の役所である刈屋が置かれ有名な地であったことから名付けられたという説がある。桜島の南部に位置する、町域の北方から東方にかけては、 黒上町、西方には、古里町及び東桜島町に接しており、南方は、鹿児島湾に面している。町域のほぼ半分は1914年に発生した、大正大噴火の溶岩流が固化して形成された、大正溶岩及び昭和期に流出し固化した、昭和溶岩に覆われている。町域の南端を、国道224号が、東西に通っており、町域の中央部に、 有村溶岩展望所がある。有村という地名は室町記より見えたが、脇という地名はまだ見えず、江戸時代より見える。室町記は大隅国向島のうちであった。江戸期には大隅国大隅郡桜島里のうちであった。有村は天保郷町では66国余り、急行丘陵では31国余り、脇は天保郷町では155国余り、 急行給料では34国余りであった。安永大噴火では、地内の上年の頭より黒煙が上がり、大噴出は5日に及び島内の田畑を全滅させるなど甚大な被害を受けた。1887年に有村及び脇村は、大隅軍から北大隅軍に所属が変更となった。1889年には、町村制が施行されたのに伴い、 それまでの反省村である有村及び脇村はそれぞれ東桜島村の大技、有村及び脇となった。1914年に発生した大正大噴火では噴火の前兆として地域内の有村温泉の源泉が沸騰する現象が確認されている。その後の溶岩流により脇は集落のほぼ全域が埋没し、有村は有村温泉など、 集落の大半が埋没した。1946年に南岳の東側山腹で発生した噴火では、溶岩流によって有村集落の半分が埋没した。1950年に東桜島村が鹿児島市に編入され、大技有村と大沢脇を統合し、鹿児島市の町名、有村町となった。1984年7月21日の、 桜島の噴火によって噴出した人身大の噴石が有村町内の13軒の住宅に直撃する被害が発生し有村町の22世帯51人が1987年3月には鹿児島市内の星が峰などに集団移転した。なお、1984年に有村町で観測された年間交配量は1。 平方メートルあたり59キログラムであった。有村溶岩展望所の休憩施設及び、売店公共私立小中学校の学区は以下の通りである。国道、ありがとうございます。